日置少氏は、千葉県陰馬郡市水町に所在する、電気店、北川電気の店長であり、TBS、サスケの有力選手である。サスケ新世代の一人としても数えられる。既婚者であり、三次の父でもある。身長170.2センチメートル。体重62キログラム。小学生時代に、子役として活動していた時期がある。 高校時代まではドミントンに取り組んでおり、インターハイにも出場するほどの実力者であったが、日本代表選手になる夢は叶わず高校卒業後はサラリーマンとなった。その時付き合っていた彼女とデートでサスケパークに訪問し、サスケと出会い、のめり込むこととなる。出場に至るまでは予選会で何度も落選を経験するが、第25回大会で、 念願の初出場を果たし、第29回大会では、初のファーストステージクリア。以降第37回大会に至るまで6大会、第34回大会からは4大会連続で、サードステージ進出を果たす実力者へと成長した。予選会から本選出場に至るまでに交際していた彼女と結婚。それと、ほぼ同時期に、これまでの仕事を退職し、 彼女の父親が開業した北川電機の職員として仕事をスタートし、現在は店長となっている。サスキ出場の際は第30回大会以降は北川電機のロゴがプリントされた青いポロシャツを着用することが恒例となっている。性格は非常に迷路快活であり冗談好きなため番組内でもおどけた様子を見せる。 ムードメーカーであるが、自身や仲間のステージクリアの際に感極まって涙を流すと、涙もろい一面もある。サスキ新世代の中では、31番、45番、60番、等比較的若い絶景番号で出場することが多く、切り込み隊長と呼ばれている。第25回大会、第27回大会、第25回予選会を突破し、 念願の初出場を果たす。同大会では、ファーストステージの反り立つ壁まで危なげなく突破するも、サークルスライダーで、サークルに届かず落水。第26回は、反り立つ壁で、タイムアップ。第27回は、ジャイアントスイングで着地後にバランスを崩して落水。第28回大会第31回大会。第28回は欠場。第29回では、 ゼッケン73で出場。ファーストはヘッジホックまでスムーズに攻略し、ジャンプハング改めでペースがやや遅くなったものの、2連そり立つ壁を2つとも一発で突破し2.84秒の腰のタイムで初めてクリア。したが、セカンドではバックストリームから脱出すると同時にタイムアップ。第30回はゼッケン2935で出場。 前述の通りこの大会から毎回北川電機の青いポロシャツを着用して出場することが恒例となった。ファーストは前回より早い5.74秒残しのタイムでクリアし、セカンドでは前回リタイアしたバックストリームストリームを攻略し2.02秒を残して初めてのクリア。初挑戦となったサードでは、 新エリアのドラムホッパーの二つ目で体勢を崩し、立て直す場面もあったが、クレイジークリフハンガーの飛び移りに失敗しリタイア。第31回は、ゼッケン31で出場。ファーストは、新エリアのタックルまでスムーズに突破するも、そり立つ壁で一度失敗したが、0.12秒、残しのギリギリのタイムでクリア。 セカンドは余裕を持って10.51秒残しでクリアし、2大会連続のサード進出となる。サードでは、前回同様、クレイジークリフハンガーの飛び移りに失敗しリタイア。第32回大会第37回大会第32回は、前回同様ゼッケン31で出場。オルゴールまで危なげなく、スムーズに突破するも、シンウェリアダブルペンダラムのトランポリン跳躍で高さが、出ず、 バーをつかみきれず落水。第27回以来5年ぶりとなるファーストリタイヤを期した。第33回はゼッケン45で出場。大会前の2016年12月にマイホームを新築したことが判明し、トランポリンも購入してトランポリンを練習し、ファーストは前回リタイヤしたダブルペンダラムをクリアし、5.91秒のシで2大会ぶりにクリアし、 同体開発のファーストクリアものとなる。2大会ぶりとなったセカンドでは、リバースコンベアで、タイムアップ。第29回以来のセカンドリタイアとなった。第34回は、前回同様ゼッケン45で出場。ファーストは各エリアを、危なげなく、スムーズに攻略し、25.3秒の腰でクリア。セカンドは、リバースコンベアを攻略して13.67秒。 残しでクリアし、3大会ぶりにサードへ進出。サードでは、ウルトラクレイジークリフハンガーの1回目の飛び移りに、失敗しリタイア。第35回は、ゼッケン60で出場。ファーストは、新エリアドラゴングライダーを初めて攻略し、11.38秒残しで、胴体開発のクリア。セカンドも16.06秒残しでクリアし、サードでは、 新エリアプラネットブリッジで左足が滑り落下。第36回はゼッケン71で出場。後日のように収録2週間前の練習中に右足の人体を損傷する大怪我を負い、出場できるかが怪しい状況だったが8.03秒残しで無事にファーストをクリア。セカンドも13.11秒残しでクリアし、サードでは前回リタイアした。 プラネットブリッジを攻略し、初めてウルトラクレイジークリフハンガーの1回目の飛び移りに成功するも2回目の飛び移りに失敗し、リタイア。第37回はゼッケン60で出場。ファーストは3.38秒残しでクリアし、セカンドも16.36秒残しでクリア。しかしサードではクリフハンガーディメンションの1回目の飛び移りに失敗し、リタイア。 第38回大会第38回は、ゼッケン57で出場。ファーストは6.27秒の腰でクリアし、セカンドでは、スパイダーウォーク突入時に足を滑らせる危ない場面も見られ、その影響でタイムロス。ウォールリフティングの2枚目を持ち上げ3枚目に移行したと、同時にタイムアップ。第33回以来3年半ぶりとなる、セカンドリタイアを起死した。 ありがとうございます。